宮城町は1963年から1987年まで宮城県宮城郡の西部にあった町である。1955年に広瀬村と大沢村の合併による宮城村として成立し、1963年に町になった。町の名は郡の名を取ったものである。1987年に仙台市に編入された。現在は 同市青葉区の一部となっている。宮城県中部、宮城郡西部、広瀬川の上、中流域、仙台市の西隣にあった。町域は大部分山林で、広瀬川沿いの断球と支流沿いに平地があった。下支断球である盆地が、支流の芋沢川流域にあり、水田が作られた。これに匹敵する平地は、対岸の愛子にあったが、肥沃とは言えない地質であった。 町役場は愛子に置かれ、そのあたりが町の中心市街であった。川に沿って国道48号が東西に通り、仙台と山形を結ぶ交通の用地であった。広瀬川上流に桜波温泉があり、支流の大倉川流域には定義如来があって訪れる人が多かった。宮城村の成立は町村合併促進法に基づき、 宮城県が提案した案による。1955年2月1日に、広瀬川の南側にある広瀬村と北側にある大沢村が合併して、宮城村になった。村の名は、軍の名を取ったもので、これ以前に、宮城村が軍内の他地域を置いて、宮城と呼ばれたことや、軍の中心地が宮城村に置かれたことはなかった。4月1日に、 名取国秋保村から新川川流域の新川と奥新川を譲られた。新川川は広瀬川の支流なので、これによって広瀬川上、中流域がほぼ一つの村にまとまったが、なお秋保村に属する箇所も一部あった。村役場は初めを沢村役場を用いたが、翌年5月3日に上愛子の蛇大原にある新築の建物に移った。 下愛子にある旧宮城町役場。現在は仙台市宮城総合支所1963年に調整を施行し宮城町になった。仙山線沿線の仙台市郊外として宮城町の人口は急速に増加する。1969年には桜見地区に日課ウイスキー仙台工場が完成、町の産業の柱となる。その際に、 日課の竹鶴正隆の要望を受け、宮城町は新たに日課の地名をつけている。事務量が増えて、今までの役場が手狭になったため、1979年5月28日に新築の建物に移った。1975年11月3日に町の木に埋め、町の花木、宮城の葉木、鳥取に山鳥、町のその他の生物にカジカガエルが選定された。 1987年11月1日に合併推進派と反対派の激しい対立の中で仙台市との合併が実施された。これは政令指定都市を目指す仙台市が周辺市町村に働きかけて進めた合併の一環で宮城町議会は6月15日に日本共産党の議員を除く多数で合併することを決議した。この時合併反対派は 住民投票を請願したが議会に却下された。ついで議会のリコールを求める6,896名の署名を7月29日に提出したが、選挙管理委員会は、転入してからの期間が短い町民の署名など、向こうが411名分あるので78名不足と判定した。改めて9月18日に7,309名分を再提出し、 必要数6667名に対して7103名分の署名が認められた。合併推進派議員はこの署名に異議を申し立てて引き延ばしを図り11月1日の合併成立で逃げ切った。町議会が消滅したためリコールは空振りに終わり宮城町の議員はそのまま仙台市の議員になった。仙台市に合併された後、 1989年に仙台市が政令指定都市に移行したことにより、旧宮城町地域は青葉区の一部となった。青葉区の面積の86%を占めるほどの広大な面積を有する旧宮城町地域は、旧宮城町役場の建物を受け継いだ青葉区役所宮城総合支所が管轄している。政令指定都市移行後は、 急激な宅地開発が進んだことで、旧宮城町地域に住む人口は著しい伸びを見せている。そのため、青幕からの文句がしばしば取り沙汰されるが、2015年現在実現していない。20世紀半ばまで農業に従事する人が多かったが、副業も盛んであった。広い山林で林業が行われた。川沿いの平地では、水田と畑を半々に農業を営み、米、 麦、豆、野菜を作った。町内で広瀬川は深い谷を流れるため、溶水は支流とため池に仰いだ。大倉ダムができると、大倉川下流がこのダムの水で潤った。鎌沢鉱山で砂鉄とチタンが採掘、精錬された。他に六カ所でアタンが採掘された。アタンの炭鉱は1968年に閉山になった。1960年代から、 中小の工場が多く立地した。従業員100人以上の大工場としては、日華ウイスキー、仙台工場と、白松が、モナカ本舗宮城工場があった。小学校、中学校高等学校高等専門学校。ありがとうございます。